はい、今日はですね、こちらですね、あの、水筒を新調いたしました。どうも、勝吉です。えー、12月になってからですね、あの、だいぶ出費がかさんでいると。まあね、その分ね、ね、12月、1月とね、皆さんもね、いろいろあると思うんですけれども、まあまあ、入ってきたものに関しては使ってしまおうということでですね、こちらタイガーのですね、えー、これは魔法瓶か。 買ってまいりました。ステンレス製携帯用魔法瓶って書いてますね。いや、それにしても僕も12月になって色々買ってるから、まあ1月の支払いですね。でも11月も結構ね、支払い加算で12月もいくら来るかなって感じなんですけど、まあまあそのあたりは何とでもなると思いますので、じゃあこちら開封いきたいと思います。僕あのタイガーの魔法瓶がこれね、ずっと使ってるんですよ。こちら。 もう同じものでですす色違いですねこれがもうボロボロになってきてるんですよボロボロになってきてるで、まあ、まあ外観はね別にいいんですけれども中はねちょっとねちょっとこの辺とかも色変わってきてねあんまりねなんかだんだんちょっとあれかなと思ってきて、えー、買い替えましたでこれ僕どっかの雑誌かなんかで見たんですけどこの「タイガーの魔法瓶」 かなりいいいいいっていうこことでで評判高いらしいですこれ確かに僕は年中ね僕あの熱い紅茶をですね持っていっているんですけれどもまあねあのこうお湯入れて少し冷ましとかないと飲みたい時にもう熱すぎて飲めないぐらいしっかり保温してくれるこれはねおすすめしたいんですよおすすめってわけじゃないですけど僕のお気に入りでございますで、えー、今回購入いたしましたのが僕がねこちらのですねステンレス製魔法瓶の カラーはですねグラファイトというカラーで奥さんのがこちらですねスノーホワイトというカラーでございますで価格の方がですね1つですね2480円プラス税で2つでですね5456円でございましたで当然ね PayPay ペイペイで支払っておりますので還元がいくつかございましたではですねどういったものかあの魔法瓶の まあいいや、僕はあの、ほんと気に入ってるんで、これはですね。また、えー、これがね、えー、何年 ?4、5年ぐらい使ってたので、まあ、買い替えですね、ちょうど。お、これいい色ですよね、ほんと。マットの、マットブラックでもないけれども、ちょっとこう、艶消しな感じのカラーですね。ここなんですよ。確かにね、わかる、これ。わかる気がする。優しい口当たり、滑らかな飲み口。これわかるような気がするんですよ。これね、あの、洗いやすいんですよ、また。 でえー、スノーホワイトの方ですね開けていきたいと思いますこんな感じうんまあ女性らしいカラーなんではないでしょうかいやこれねどちらかと言ったらこっちがこう何て言うんかなツヤありみたいな感じでこっちがツヤなしみたいな感じ持った感じもね なんかさらっとしてるしこっちがこうしっとりしてる感じはありますね。でね中の方ね僕ほんとねお気に入りなんですよ自分でもね洗ったりはするんですけどもこれめっちゃね口広いんですよここ。でここなんですけどもちょうどいいほんと口当たりでで 熱熱いいいい紅茶入れるじゃないですか飲むじゃゃなななででですすすかか飲むここ全然熱くないんですよ不思議ですよねそういった意味も含めてねこうずっとね気に入ってね使ってるんですけど一応容量はね 500ml でございますでここもね結構ね洗いやすいんですよねでパッキンとかもねちゃんと取れるからまあ衛生面でも清潔に保てると。 だから部品がね多いのもねいろいろあるじゃないですかこうパチってやって飲むタイプとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、ね、まあねよりねこうシンプルな作りがねここの僕のタイガーのホービン非常にね気に入ってまして使っていたんですがもう45年使ってボロボロになってきてもうここら辺とかもなんかねわけわからなくなってるんですよ。ということで、えー、こちら、えー、新調いたしましてまあ2つで5500円ぐらいだったら。 またね45年使うということでですねまあ、コスパもいいんじゃないかなと思いますしまあこういったところでねこう節約して、えー、余ったところでまた別のものにね2人でね、えー、うちの場合2人でですねいろろなところで使っていこうじゃないかということでいや1日100円使って例えば30日経ったら3000円ですからねこれ全然元取れますよ1ヶ月で。 ということで、えー、まあ、今日はねゆるく魔法瓶を普通に買ったよただこのタイガーの魔法瓶めっちゃ気に入っているよっていうような感じの動画でございましたでは本日もご視聴ありがとうございました岡津でしたでした頑張って,てみてください 紅茶自体はね、もう何でもない普通のね、あのー、紅茶なんですけれども、いや、これでね、まあ、こういった水筒を持ち歩くことでですね、まあ、多少の節約意識でございます。